何か食べ物。あのガキめ、早速。なんで俺様がこんなことを。ほっ、余ったれたことを抜かすようなら叩き直してやるぞ。ふん、雑魚がいるようだな。すぐに片付けてやる。その程度だったか。面倒をかけさせやがる。弱いままでは死ぬということを分からせてやる。今の始末。
力が出ないな。ザコが手間を取らせやがって。どれだけ嫌がる。
終わりだ。さて、追い詰められ。お腹すいたよ。あのクソがだが、この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか。こんなことをしている場合ではない。まったく世話の焼けるガキだ。この辺りはもう探したか。まったく世話の焼けるだけだ。一つでは足りんか。この辺りか。この辺りはもう探したか。どこにある？はっ！この辺りはもう探したか。これだけあれば十分だろう。はっ！っせ！クソガキめ、世話焼かせやがって。雑魚がいるようだな。
気に入り。怖いよ。お腹すいたよ。あ、リンゴだ。リンゴが落ちてた。ラッキー。ん？あれ？なんで夜なのにこんなに明るいのかな？お月さんか。うわあ、まん丸だ。僕満月って初めて。み、なんだ。変身だと。これがサイヤ人の力なのか。チャッ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 のガキよ、無残に単純に暴走していや、これではこちらの声など届くまい。とんでもないか。俺の攻撃は効いているのか。ふっふっふっ、ジャッ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 。いい加減にしろ、クソガキめ。これでどうだ。チェイ、とんでもない破壊力だ。これではサイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。ついてきたな。木の実ばかり。でもお肉なんてどうすればいいんだろう。お魚だったら釣りすればいいけど。はっ、いいよ。はっ、お母さんの肉まん食べたいな。
ってことは、もしかして、僕、それは、ヤンジロベ、悟空のやつ、ピッコロニンやジャン君の息子がシャランって、でも迷ってもう帰ろ、ここじゃ、まあ、これが、そんなそう、お宮をとにかく、狩りのコツ、狩りのコツは、そんじゃ、お宮には言うと、鹿は、ヤジロベさん、鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたな。よし、鹿に見つかったら逃げられちゃうぞ。力が湧いてくる。はっ、いいよ、はっ。鹿に見つからないように後ろから近づかないと。いいよ、はっ、いいよ、はっ。おめえなら、うん、帰っちゃうの。これでもいい。あんまりやらせる。そうだ。そんじゃ、食べるも早く帰りたいよ。なんだ、サイヤ人ども。確かめてみるか。孫の奴が生き返ったわけではあるまい。まだドラゴンボールが使われた様子はないからな。どこのドイツかわからんが、敵であれば倒すだけだ。
ピッコロか。うん、俺の席。ずいぶんな。俺は貴様を信用したわけじゃない。だったら、ほう、俺は神。そしてその貴様が俺の力。面白い。相手をしてやる。貴様は天下一武道会でソンと戦っていた。そうだ。だが、あの時の俺ではソンの本気を引き出すことすらできなかった。どうした？俺の本気を引き出してみろ。多少はやるようだが、その程度か。あだぞ。これくらいにしておくか。思った玉よけせいぜい。この野郎、調子が必ず。これは凄まじい木の塊だ。Thank you.